Salut tout le monde, c'est Louis. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Saint Slayer Soldier Soul partie 20. Sur ce, bon visionnage. 仲間たちから与えられたコスモにより最強のゴッドウォーリアジークフリートを倒したセイヤ。しかしそのセイヤの耳に美しくも怪しい調べが聞こえてくるのだった。これで7人のゴッドウォーリアを全て倒した。この調べは、ヒルダ様、だから申したのです、セイントを見くびってはならぬと。お前は海のサンクチュアリポセイドン神殿よりの使い、マリーナジェネラルの一人、セイレーンのソレント。海のサンクチュアリだと。そうだ、この世界が地上界のアテナ、冥界のハーデス、天界のゼウス、そして海界のポセイドン様によって成り立っていることはお前も知っているだろう。その海界を支配する海王ポセイドン様の命により、ヒルダ様とジークフリートを迎えに来たのだ。ポセイドン、まさかヒルダにニーベルンゲンリングをはめ操っていたのは。現代によみがえられたポセイドン様は、海の世界とともにこの地上界をも支配されようとなさった。だが地上にはアテナ率いるサンクチュアリがある。そこでアテナを倒し、代わってこの地上を治める役目をアスガルドのヒルダ様にお命じになったのだ。命じるとは魔力で操ることか。誰よりも深くアスガルドを愛したヒルダ様、そのヒルダ様を邪悪に変えたポセイドン、許さん。ポセイドン様のご好意に裏切りをもって応えるとはな。よかろう、裏切り者にふさわしい死のメロディーをとっくりと味わうがいい。このジークフリートに勝てると思うのか？私の笛の音を聞いた者は必ず死ぬ。ファイト！デッドエンドシンフォニー！お前の言ったことは本当だったのだ。この私の剣を抜けるべきはお前たちではなくポセイドンだったのだ。火星先生、手出しは無用。これはアスガルドを守るゴッドウォーリアー。そしてお前たちに剣を向けた私のけじめでもある。やめよ、私の命令が聞けるのか。ヒルダ様、今こそ真にあなたをお守りする時が来たのです。愚かなだ。これはなんという美しい笛の音だ。まさしくシシリアの海に住む船人たち、この美しい歌声で貪り食ったというギリシャ神話の海の魔女、後ろなどに出るエンドクライマックス。ドラゴンブレーベストブリザード。ジークフリートがまたあの美しい調べに吸い寄せられるように、その調べを聞いてはダメだ。ジークフリート、無駄なことだ。耳を覆ったところでこの笛の音の魔力からは逃れられる。耳を覆ってもあの死体から逃れることができない。セイレーンのソレント、残された最後の最後のコスモ、お前に叩きつけてやる。これが最強のゴッドウォーリア。このソレントの前では赤子も同然だな。帝王ウィナー、このジークフリートの力思い知ったか。深く相手の力を侮りすぎたか。何度言えばわかるのだ、この笛の調べから逃れるのは不可能だということが。ならばこれで貴様の笛の音を聞かずとも済む。愚かなことを。
自ら鼓膜を突き破るとはな。だがそれでデッドエンドシンフォニーから逃れられると思っているのか。聞こえる。鼓膜を破ったというのに、まだ笛の音が。この笛の音は耳を塞ごうが鼓膜を破ろうが関係ない。お前の頭脳に直接響き渡るのだ。ここまでだ。死ね、ジークフリート。なんだと。この男すでに五感が失せ、死したも同然の体だから、笛の音を聞いても動けたのか。それんと覚悟しろ。でジークフリートの体から凄まじいコスモが。やめろ、何をする気だ。話せジークフリート。はあ、ジークフリート。さらば祖国アスガルドよ、ペガサス、ヒルダ様を頼んだぞ。私は友の待つ天空に帰り、星となっていつまでもお前たちを見守るだろう。さらばだペガサス、アテナのセイントたちよ。ジークフリート、お前の死は決して無駄にはしない。Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Abonnez-vous et mettez des likes. Ciao tout le monde.